バーシマは、神奈川県千ヶ崎市の沖合1200メートル付近に、ある無人の岩礁群である。ウバ島とも記述され、古くは筆島とも称された。バーシマの空中写真。複数の岩から構成される、岩礁群であることがわかる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成高さ20メートル余り。 東西約600メートル、南北約400メートルにわたる複数の岩からなり、皇帝の岩が海中にも存在する。業界質砂岩を主とする新大三期の池五層からなり、最大の岩礁はエボシの形をしているため、一般にエボシ岩とも呼ばれている。釣り人のために、茅ヶ崎漁港から渡し船が運航されている。江戸時代には、 対岸にあった総集法術長連場の大筒稽古においてもバー島が標的となることがあった。太平洋戦争前はエボシ城の岩の先端がもう少し先に伸びスマートな形をしていた。1952年7月26日に対岸の辻堂海岸一帯が在日米海軍辻堂演習場となり本演習場区域を含む海上演習場として 応募第一区域が定められ、バー島を海岸から海への直接射撃の目標とし、1954年4月13日まで使用された。このために先端が欠けて、現在の姿となったと言われている。茅ヶ崎市出身の桑田圭介がリーダーを務める、サザンオールスターズのヒット曲、チャコの海岸物語やホテルパシフィックの歌詞にも歌われている。 希望の鉄のサビの歌詞中に登場するエボシラインはエボシガンを望む国道134号を指すとされる。2005年7月26日から8月9日にスペースシャトルディスカバリーの STS-114 に登場した千ヶ崎市出身の野口総一宇宙飛行士を応援するため8月6日にエボシガンをライトアップした。ありがとうございます。